な因縁をつけてか知らんが、こいつはお前に頭を踏まれる男ではない。なあ神山、お前は、そうだ、頑張ってきたんだ。何度貧血で倒れようとも、足をくじこうとも、後ろについて走っていたその姿が俺たちに勇気を与えてくれる。それはこんな程度で折れるものではない。お前に影山を渡すわけにはいかん。さすが修行の先輩、すげえパワーだ。行くぜ解放。うわうわ、何驚いてんだ。超能力を使って作った筋肉と地道にトレーニング量を積んできた筋肉じゃ質が比べ物にならねえだろ。修行の世界だった。